皆さん、こんにちは。今回は中日ドラゴンズの2025年シーズンに向けた補強案について詳しく解説していきたいと思います。2024年シーズン、チームの投手陣は素晴らしい活躍を見せました。 特にエース、小笠原慎之助投手は防御率3.12という安定感のある投球を披露し、守護神マルティネス投手は防御率1.09、43セーブという驚異的な数字を残しています。しかし、来期に向けてはエース小笠原投手のメジャー挑戦という大きな変化を迎えることになります。今回は、このチーム状況を踏まえた上で、 具体的なデータに基づいて2025年シーズンに向けた補強音を検討していきましょう。2024年シーズンの中日ドラゴンズを振り返ると、投手陣の活躍が光った1年でした。特に、エース小笠原慎之介投手とクローザーのマルティネス投手の2枚看板は、チームの屋台骨を支える存在でした。小笠原投手は24試合に先発し、防御率3.1に、 投球回144.1イニングという成績を残しています。QS 率、クオリティスタート率は58.3%を記録し、6回以上3失点以内という安定感のある投球を継続的に披露しました。脱三振率は5.11と平均的な数字ですが、K、BB、脱三振、吉久は3.73と請球力の高さを示しています。また、 基本類打は9本と抑えており、得点を抑える力も十分でした。一方、守護神マルティネス投手は60試合に登板し、防御率1.09という驚異的な数字を記録。43セーブを挙げ、チームの勝利を確実に守りきる役割を果たしました。特筆すべきは、対左打者1割7分1輪、対右打者1割8分4輪という左打率の低さです。 左右の打者を問わない安定感は終盤戦での心強い味方となりました。また、9回のみならず1イニング以上の投球を求められる場面でも安定した投球を見せ、58イニングを投げ抜いています。チーム全体の構成を見ると、投手34名、保守6名、内野手17名、外野手13名の計70名が在籍。 この内ち育成選手は15名で、うち、投手が10名を占めています。この数字からは、将来を見据えた投手育成に力を入れていることが伺えます。しかし、課題も見えてきています。小笠原投手の144.1イニングという投球回数は、チーム全体の投手陣の約15%を占めており、この穴を埋めることは容易ではありません。また、 先発ローテーション全体の安定感にも課題があり、小笠原投手以外の先発陣の強化も必要とされています。マルティネス投手の手前を任せられる確実なセットアッパーの確保も重要な課題として浮かび上がっています。2025年シーズンに向けて中日ドラゴンズが直面する課題は多岐にわたります。最大の課題はメジャー挑戦を表明している小笠原慎之介投手の穴を埋めることです。 2024年シーズン、小笠原投手は24試合に先発し、防御率3.12という安定した投球を披露。144.1イニングという投球回数は、チーム全体の投手陣の中でもトップクラスの数字でした。この実績を数字で見ていくと、その重要性がより鮮明になります。まず、 クオリティスタート率58.3%という数字は、6回以上を3失点以内で投げ切る安定感を示しています。また、K、BB、脱三振、予死球は3.73と制球力の高さを示し、基本類打も9本と最小限に抑えていました。このような総合的な投球力を持つ投手の代替を、単独の投手で賄うことは極めて困難と言えるでしょう。 次に重要な課題は、マルティネス投手の能力を最大限に課すための系統体制の構築です。マルティネス投手は2024年シーズン、防御率1.09、43セーブという驚異的な数字を残しました。しかし、この成績を支えていたのは、適切な場面での起用があってこそです。被打率1割7分7厘という数字は、適切な系統策があったからこそ達成できた成績と言えます。 この状況を改善するためには、7回、8回を安定して任せられる中継ぎ投手の確保が急務となります。特に、マルティネス投手の前に左打者を打ち取れるサワン投手の獲得は、重要な課題として挙げられます。マルティネス投手の対左打者左打率、1割7分1輪という数字は素晴らしいものですが、それ以前の場面で左打者を抑えることができれば、より効果的な起用が可能となるでしょう。 また、若手投手の育成も重要な課題です。現在、育成ワークには10名の投手が在籍していますが、この中から主力として活躍できる選手を発掘し、育成していく必要があります。特に、先発ローテーションの一角を担れる投手の発掘は急務です。小笠原投手のような安定感のある投球ができる投手の育成には時間がかかりますが、将来を見据えた取り組みとして重要です。 さらに、投手陣全体の年齢構成のバランスも考慮すべき課題です。ベテラン投手の経験を生かしつつ、若手の対等を促すためには、中堅層の充実が欠かせません。即戦力となる選手の獲得と、将来性のある若手の育成、この両面でのバランスの取れた補強が求められます。 これらの課題に対して、小笠原投手のポスティング収入を効果的に活用した補強策を実施する必要があります。FE 市場からの補強、トレードによる戦力の獲得、さらには育成選手の積極的な投与など、あらゆる選択肢を検討し、総合的な戦力強化を図ることが求められています。 2025年シーズンに向けた具体的な補強案について、戦力分析に基づいて詳細に検討していきましょう。まず、小笠原投手の抜けた先発ローテーションの補強が最優先課題となります。2024年シーズンの小笠原投手の成績、防御率3.12。 144.1イニング、クオリティスタート率58.3%を完全に補うことは難しいものの、複数の投手を組み合わせることで、チーム力の維持を図ることが可能です。現在、戦力外通告を受けている投手の中から、有力候補として阪神タイガースから放出されたカジア投手といわ他投手に注目が集まります。カジア投手は主にリリーフとして実績を残していますが、 コントロールの良さを武器に先発としての起用も視野に入れることができます。また、岩田投手は左腕の経験豊富な投手として、若手の指導も含めた重要な戦力となることが期待できます。中継陣の補強も重要な課題です。2024年シーズン、マルティネス投手は防御率1.09、43セーブという驚異的な成績を残しましたが、この成績を維持。 向上させるためには、7回、8回を安定して投げられる投手の確保が不可欠です。この点で、巨人からリリースされた高橋祐希投手が有力な補強候補として挙げられます。高橋祐希投手については、コントロールの良さを武器とする投手であり、7回、8回の系統を安定させる戦力として期待できます。また、現在育成ワークで所属している10名の投手についても、 積極的な昇格を検討すべきでしょう。特に注目したいのは、速球派の若手投手たちです。一軍での経験を積ませることで、将来的な先発候補として育成していくことが可能です。さらに、小笠原投手のポスティング収入を活用した FA 選手の獲得も視野に入れるべきです。即戦力となる投手の獲得は、チームの戦力を即座に底上げする効果があります。特に、 経験豊富な投手の獲得は、若手の育成面でも大きなプラスとなるでしょう。補強にあたっては、投手企業の柔軟性も重要な検討要素となります。例えば、先発とリリーフの両方をこなせる投手の獲得は、シーズン全体を通じての系統の安定性を高めることができます。また、左右のバランスを考慮した補強も必要です。 現在のブルペンには、サワン投手が比較的少ない状況であり、この点を改善することで、相手打線への対応力を高めることができます。具体的な数値目標としては、先発投手については防御率4.00以下、クオリティスタート率50%以上を目指せる投手の獲得を、中継ぎ投手については防御率3.00以下、 被打率2割5分以下を達成できる投手の獲得を目標とすべきでしょう。これらの数値は2024年シーズンのチーム平均を上回る水準であり、戦力の底上げにつながります。このような補強を実現することで2025年シーズンに向けてより強固な投手陣を構築することが可能となります。特にマルティネス投手を中心とした系統の安定化は チームの勝率向上に直結する重要な要素となるでしょう。2025年シーズンに向けた補強を効果的に進めるため、以下の具体的なスケジュールを提案します。まず11月中旬に予定されているトライアウトでの戦力獲得を第一段階とします。ここでは特に、阪神から戦力外となったカジヤ投手、岩田投手、そして巨人の高橋優希投手の獲得を目指します。 これらの投手たちは即戦力として期待できる選手たちであり、特に左腕の岩田投手の獲得は、投手陣の左右バランスを整える絵で重要な意味を持ちます。12月に入ると、小笠原投手のポスティング参加が本格化します。ここで得られる収入をもとに、FA による補強を展開していきます。FA 市場からは、特に信頼できる中継投手の獲得を優先します。 マルティネス投手、2024年、防御率1.09、43セーブの前につなげる7回、8回の投手を確保することで、より効果的な系統が可能となります。年が明けて1月には、育成選手の評価と昇格の検討を行います。現在10名いる育成投手の中から、特に将来性の高い選手を見極め、支配下登録への昇格を検討します。 この際、スカウトやコーチ陣による詳細な評価を行い、技術面だけでなく精神面も含めた総合的な判断を行います。2月の春季キャンプでは、新加入選手を含めた新体制での調整が始まります。ここでは特に以下の3点に重点を置いた調整を行います。第一に、先発ローテーションの構築です。 2024年シーズン、小笠原投手は24試合で144.1イニングを投げ、クオリティスタート率58.3%という安定感のある投球を見せました。この数字に近づける投手を見出すため、複数の候補による競争を行います。第2に、系統パターンの確率です。マルティネス投手の能力を最大限に課すため、7回、 8回の系統を担当する投手の起用順序を確定させます。特に左右の打者への対応を考慮した系統順序の構築が重要となります。第3に若手投手の育成プログラムの開始です。次世代の主力となる投手を育てるため、技術指導に加えて実践的な投球機会を多く設けます。3月のオープン戦期間中には、確立した系統パターンの実践での検証を行います。 ここでの成果をもとに、開幕スタメン及びブルペン陣の構成を最終決定します。特に新加入選手の起用法については、オープン戦での結果を重視した判断を行います。このスケジュールを通じて、戦力の補強と若手の育成をバランスよく進めることで、2025年シーズンに向けた万全の体制を整えることが可能となります。特に、マルティネス投手を中心とした系統陣の充実は、 チームの勝率向上に直結する重要な要素となるでしょう。提案した補強策が実現した場合、2025年シーズンに向けて複数の具体的な効果が期待できます。それぞれの側面から詳しく見ていきましょう。まず、投手陣の層の厚みが大幅に増すことが期待されます。2024年シーズン、小笠原投手は24試合に先発し、144.1イニングを投げ、 防御率3.12という成績を残しました。この穴を埋めるため、複数の投手による分担が実現することで、より柔軟な投手起用が可能となります。例えば、阪神からの補強候補である岩田投手は左腕として、打者とのマッチアップを考慮した起用が可能です。また、ー田投手はリリーフでの経験を活かしつつ、先発としての可能性も探ることができます。 系統面では特に大きな効果が期待できます。2024年シーズン、マルティネス投手はボール率1.09、43セーブという驚異的な数字を残しましたが、これはある意味で過度な負担となっていた可能性もあります。新たな中継ぎ陣の加入により、より効果的な起用が可能となります。特に、 巨人から加入が期待されるナオエ投手はサワンとしてマルティネス投手の前での左打者対策を担うことができます。これによりマルティネス投手の左率2024年対左1割7分1輪対右1割8分4輪という素晴らしい筋をより重要な場面で活かすことが可能となります。育成の面でも大きな効果が期待できます。現在10名いる育成投手たちにとって ベテラン投手からの直接指導は貴重な経験となります。特に岩田投手のような左腕のベテランの存在は、若手左腕投手の育成に大きな影響を与えるでしょう。また、複数の投手による先発ローテーションが実現することで、若手投手に対しても段階的な起用が可能となり、より効果的な育成が期待できます。チーム全体の戦略面では、より多様な展開が可能となります。 2024年シーズン、マルティネス投手の43セーブという数字は、チームの勝ち試合における依存度の高さを示しています。新たな中継ぎ陣の充実により、7回、8回での逆転を狙えるようになり、より攻撃的な試合運びも可能となるでしょう。さらに、投手陣全体の疲労管理という面でも効果が期待できます。 2024年シーズン、小笠原投手の144.1イニング、マルティネス投手の58イニングという投球回は、両投手への依存度の高さを示しています。補強により投手層が少くなることで、より効果的なローテーション管理が可能となり、シーズン後半戦での投手陣の疲労を軽減することができます。長期的な視点では、チームの投手育成システムの確立も期待できます。 ベテラン投手の加入により、技術面だけでなく、精神面でも若手投手の成長が促されることでしょう。これは、2025年シーズン以降の戦力育成にも大きく貢献する要素となります。このように、提案した補強策は、即戦力の確保と若手育成の両面で効果を発揮し、チーム力の総合的な向上につながることが期待できます。特に、 マルティネス投手を中心とした系統陣の強化は、より確実な勝利の積み重ねを可能にする重要な要素となるでしょう。中日ドラゴンズの2025年シーズンに向けた補強案について、SNS 上では建設的な意見が多く見られます。特に注目を集めているのは、小笠原投手のメジャー挑戦とマルティネス投手の起用法についてです。小笠原投手の後継者問題では、防御率3.1に、 144.1イニングという数字は超一席には埋められない。複数の投手による補完が現実的。ポスティング収入を投手補強に集中投資すべき。といった実績を重視する意見が目立ちます。マルティネス投手については、防御率1.09、43セーブは素晴らしいが、より効果的な起用法があるはず。7回、8回の系統強化が必要。 という具体的な提案が多く見られます。若手育成に関しては、育成選手10名の中から次の主力が出てくることを期待、ベテランと若手のバランスが重要、など、長期的な視点からの意見が参見されます。補強候補については、岩田投手の経験は若手育成に貴重、梶谷投手の先発転向は興味深い、といった現実的な評価が中心で、チーム全体の方向性としては、 マルティネス投手を中心とした新体制に期待という前向きな声が多数を占めています。中日ドラゴンズの2025年シーズンは大きな変革の年となります。小笠原投手の抜けた穴を埋めることは簡単ではありませんが、それは同時に新たな可能性を見出すチャンスでもあります。マルティネス投手という確実な戦力をさらに活かし、若手の台頭も促しながら新たなチーム作りを進めていく。 そんな展望が見えてきます。具体的な数字で見ると、小笠原投手の144.1イニング、防御率3.12という成績は、確かに大きな存在感を示しています。しかし、これを複数の投手でカバーし、さらにマルティネス投手の防御率1.09、43セーブという驚異的な数字を生かすことができれば、新たな強みを生み出すことも可能でしょう。皆さんは、 この補強案についてどのように感じられましたかコメント欄でぜひご意見をお聞かせください。